さあ時刻午前11時10分を回りまして、金曜日ヒトネットワークのコーナーです。皆様大変にお待たせいたしました。本日のゲストはこの方、それでは自己紹介お願いいたします。はい、どうも皆さんこんにちは、しんと申します。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。しんさんです、はい、やっと私の番組にお迎えすることができました。念願でございました。いや、そう言っていただけるとすごい嬉しい。何ですか、ちょいちょいイルカ聞いてくださったり YouTube 見てくださったりしてたんですって。いや、もちろんもちろん、イルカさんはもう必ず聞きます。 FM では FM イルカしか聞いてないぐらいの。本当ですか。やっぱ函館の情報がすごく多いので、はい、聞いてて楽しいですよね。なんか身近だから、特に嬉しいな、ありがとうございます。なんか出て嬉しいです、そんな番組。いや、私も念願かなって、はい、やっともスタジオに実はこれまでも何度かしんさん来ていただけないかなと思ってお声掛けしてたんですが、はい、なかなか去年からのコロナ禍でね、そうでしたね、スタジオにお迎えすることかなわずということで、はい、で今日は金曜日 YouTube のイルカの生配信もありまして、はいはい、いやもうちょっとしんさんの YouTube チャンネルに比べるとチャンネル登録者数なんてちょっと恥ずかしいくらいなんですけれども、もうせっかくだからしんさん YouTube の、ね、生配信映る日に来ていただけませんかということで、はい、今映ってますっていうか、もうしんさんメインに行って、ちょっとあのカメラ位置のね振り幅にあの限りがあるのでいやもうちょっとアップで映してくれよっていう方もいらっしゃるかもしれませんが、ちょっとこの程度でご了承いただいてと思っております。あら、応援の皆様も今日ねありがとうございますね、本当にね、ありがたいですね、本当にね、はい、であの、はい、しんさん実は、はいはい、イルカでは今年2月に函館物語というしんさんの曲を応援ソングとさせていただき、はい、一月放送させていただきました、はい、でそれをきっかけにね、うん、FM イルカをの引き続き楽しんでくださっているっていうしんさんファンも多くいらっしゃる、はい、一方で、はいはい、しんさんって一体あの何者なのって、あ、そうですよね、どういう方なのって、はい、今回興味持ったんだけれども詳しく知らなくてっていう方も結構いらっしゃって、はいはい、実はあの今日ご出演くださるとあのご案内しておりましたらね、はい、メッセージも届いてますので、ありがとうございます、ちょっとご紹介させていただきたいと思います、はい、あのラジオネームがウミガメの母ちゃんという方なんですが、はいはい、話題になっているしんさんについて教えてください、はい、あの東京みやこさんとまっちゃんがファンなのは知っていて、はい、FM イルカの応援ソングでいい歌だなと思ってはいましたが、うんうん、あのまだねそんなにこうあのよくあのイルカを聞いていらっしゃらなかった時期だったということで、はい、で今まで自ら演歌を聞くこともなかったんですけれども、YouTube のチャンネルをしんさんの見てみましたと、はい、そしたら衝撃、私が想像してたザ演歌歌手じゃない、若い柔らかそうな物腰、話す声と歌声のギャップ、お話の内容も人柄がすごく伝わってくる、うわ、何より座ったまま歌ってるのにあの声量で、しんさんは歌手ではないのですか、 YouTuber ですかっていうねメッセージが届いてました。いや、これを受けてね私、はい、あのちょっと本当にこうあの簡単に簡単にしんさんが実はあの歌手活動されていた時期もあって、でもそれを終了させて函館に移住してこられて、はい、今はこうやって動画投稿してますよっていう風にお話ししたんです、はいはい、そうしましたらね、うんうん、だから余計クエスチョンがいっぱいになっちゃったみたいで、はい、歌手だった？じゃあ今は一般人なの、はい、一般人なのにこんなにファンがいるの、歌手じゃないのにオリジナルソングがあるのじゃあソングライターなの、なんで函館にいるのっていうね、そういうメッセージが届いてまして、そうなっちゃいますよね、そりゃ。いやでももしかしてね、はい、よくご存じない方にとってはこういうクエスチョンがねお持ちの方いらっしゃるんじゃないかと思うので、今日聞きの皆さんはもう、はい、あのしんさんのことよくご存じという方も中にはいらっしゃると、ね、たくさんいらっしゃると思うんですが、ちょっとこのあたりからいろいろお伺いしててもいいですかね。いやもうぜひご紹介いただければありがたいです、はい、はい。まずしんさんご出身はどちらですか。出身はですね、兵庫県の姫路市というところ、あら姫路城が有名なんですけど、あら行ったことありますわ姫路城。あ、そうでした。はい、姫路にいくつまでいらっしゃったんですか。と21歳の時に東京に出たので、うん、それまでいましたね、はいはい、あの歌はいつからお好きだったんでしょう。もう歌はですね、幼稚園の頃に幼稚園の先生に褒められたりとかした時から、うん、なんか人前で歌うのがすごく好きになって、なんか、はい、でも褒められたって言っても上手いとかじゃなくて、うん、ただ声が大きいねって言われて大きな声で歌えるね、うん、それがなんかものすごく嬉しくて、いやそれからやっぱ人前で歌いたいなっ
っていうのがありましたね。いやー、それだってね、大事なことですよ。聞こえたってなかなか出ませんものね。で、歌、演歌ですけれども、演歌はいつからお好きだったんですか？演歌はですね、高校3年生の時に、細川たかしさんを紅白歌合戦で見て、うん、はい、それから、望郷ジョンかなという曲。あれを聞いて、わあ、はい、演歌かっこいいって思って、それから高校生からですね。あれ、津軽三味線と共演の。そうでした、そうでした。すごい迫力のステージの。そうなんですよ。紙吹雪舞う中、歌ってて、うわあ、かっこいいなって、本当に純粋に思ったんですよ、ね。そうですか。じゃあ、そこから、例えば、こう、もう本格的に歌手を目指すために、こう、レッスンみたいなものを始められたりなんて時期もあったんですか？レッスンというのは特にないんですけど、やっぱカラオケ大会に出て優勝するっていうのが、やっぱその演歌歌手の近道なんですよね。どっかにスカウトされたりとか。はい、なので、もうカラオケ大会嵐じゃないですけど、もういろんな大会に出て、自己流で練習しながら、でもいきなり細川たかしさんの、ド演歌歌えないので、それまでミスチルとか歌ってましたから、尾崎豊さんとか好きで、はいはい、そっからの転校なので、まず軽いちょっと演歌、はい、なんかライトな演歌を歌いながら、大会とか出たりとかして、いろいろやってましたね。そうですか、はい。そして今日ね、もうこと細かに聞いてると、曲もたくさんおかけしたいので、時間なくなっちゃうので、ちょいちょい端折りますけれども、はいはいはい、歌手としては何年間くらいの活動になるんでしょうか？そうですね。東京に出て、まあ6年ぐらい会社員しながら、で、やっと歌手になったんですけど、それから6年ぐらい歌手をやらせてもらって、でも全然売れなかったんですよね。でもテレビとかは出たりはしたんだけれども、やっぱりそこまで爆発するようなことはなくて。だってすごく歌をね、こうなりわいとする方ってたくさんいらっしゃいますもんね。実際にその本当の歌手の方々を間近で見るじゃないですか。やっぱオーラも違うし、自分のこの一般人の雰囲気はやっぱ消えなかったですね、やっぱり。そうですか。あ、向いてないんだなとかも思いながら、まあ、売れなかったってのもあって、はい、諦めることになっちゃったんですよね。でもこういざ諦めるっていう時にはやっぱりすごい大きな決断ですよね。そうなんですけど、なんだか歌手の時に思いっきり頑張ったんですよね、もうこれ以上ないぐらい一生懸命やったので、なんかこう後悔がないというか、すっきりしてて、はい、そんな状態でした。そうですか、はい。そして多くの皆さんがね、ここ疑問だと思います、はいはい、なんで函館にいらっしゃったのって。そうですよね。いや、結局歌手を辞めてから、はい、じゃ就職先をね、どこで働くかっていうのがあったんですけど、そしたら北島三郎さんによく可愛がっていただいて、その関係の方々も結構たくさんいらっしゃって、はい、じゃ就職先に北島三郎記念館っていうのが函館にあるんだよと、でそこを働いたらどうだっていう話から、函館に来ることになったんですよね。なるほど、はい、そういうご縁があってということで、はい、じゃあその歌手活動の中でのいろいろな出会いであったりとか、人と人とのつながりというのが函館に導いてくれたっていうことになるんですね。そうですね。まさかでも函館にいるとは思ってなかったですけど。いや、そうですよね。それが2013年ですね、函館に来たのが。はい、で、その後函館ですぐ今のようにこの動画の投稿っていうのを始められるんでしょうか？そうですね。いや、ちょっと間空けてから、やっぱり歌手辞めた後ってなんかこう歌いたくない気持ちもなんかこう引きずってるような感じになっちゃうので、やだなと思ったけど、やっぱりどうしても歌手というか歌が好きなので、はい、で歌手の時にあんまり演歌を歌わせてもらえなかったんですね。はあ、なるほど。デビュー曲なんかも含めて、ちょっとポップスな曲を歌ってて、で僕は演歌歌手になりたかったと、はい、じゃあ演歌を歌いたいってことで、 YouTube なら好きなことできるんじゃないかと思って、最初は顔を出さないで、はい、2015年に初めて投稿したんですけど、はい、文字だけ、文字と絵だけのやつでカバー動画を出したのが最初でした。そうなんですよね、はい、初めから顔出しされてたわけじゃないんですよね、はい、それがどういうきっかけで、じゃあもうお顔を出してこうご自身の歌ってるところをっていうことになったんですか？もう大歌手と辞めてから2年ぐらい経った時だったかな、はい、それで、あ、もうちょっと経ってからかな、2年ぐらいかな、経ってからもうそろそろいいかなみたいな感じで、はい、まあ歌手辞めたし、もう好きにやってるから、もう自分の自由でしょって思いながら、じゃあ顔出してやるかなっていうのが最初のきっかけ。もう軽い気持ちの始まりでした。いや、それがまさかまさかの、もうどん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 チャンネル登録者数が増えまして、先日なんですか、6万6000人突破記念で生配信されたんですって。あ、そうでした。なんてことでしょう。もうちょっとこうクラクラしてしまいますけれども、もうね、お話も楽しいんですが、そろそろなんか歌聞かせてという方がいらっしゃるんじゃないかと思いますので、はい、今日いろいろとしんさんの、楽曲を、もちろん函館物語もお送りしますし、はい、おかけしたいなと思うんですが、まず何かけましょうね。
そうですね、じゃあ再生回数が100万回を超えている、うん、はい、超ヨンピルさんの歌なんかどうかなと思って、はい、思い出迷子という曲なんですけど、いいですね、皆さんもご存知かなと思って、うん、そうですね、うん、ご存知の方多いんじゃないかなっていうふうに思いますので、はい、じゃあこの曲をちょっとまずおかけしたいと思いますので、しん、はい、さん曲の紹介お願いしてもいいですか。はい、それではしんが歌いましたカバー曲です。聴いてください、超ヨンピルさんの歌、思い出迷子。ないから今日はね、演歌男子のしんさんをヒトネットワークのコーナー、はい、お客様でお迎えしておりまして、しんさんがいろいろ楽曲もお持ちくださいました、超ヨンピル思い出迷子、はい、再生回数がこれ何回ですか。103万回だったかな。うわー、はい、すごいな、ありがたいですね。いや、今楽曲ってどれくらいアップされてるんですか。今で250曲ぐらいをカバーさせていただいてます。その曲のセレクトってどういう風に選ばれるんでしょう。はい、リクエストいただくこともあるんですけど、基本的には自分がビビッときたやつ、うんうん、結構演歌の新曲なんかも結構頻繁に出てるので、その曲なんかを聞いて、あ、これいいな、自分に歌ってみたいなとか、うん、はい、であえて自分と真逆の曲とかを選んだりすることもありますけれども、うんうん、ね、チャレンジしてみたいとかやってますね。だって女性の声の、ね、歌とかも歌われますもんね。意外と女性曲喜ばれたりするんですか。うん、そうですよね、なんか女性の歌詞が結構合うみたいで、うん、さっきの超ヨンピルさんとかもそうだけど、はい、あと愛のままでとか、はい、こう女性が主人公の歌が結構評判がいいというか、合うねって言われることも多いですね。そうですか、前世は女性だったのかもしれませんね。この物腰の柔らかさはね絶対に、合うなっていうふうに思います。いや、実は私しんさんとは随分前にからね、ご一緒させていただく機会がありまして、でも本当に失礼ながら私一番最初はしんさんがこういう歌の活動されてるっていうことを知らずに、そうですよ、うん、そうですよね、はい、すごくなんかお話なんかが優しい方なので後にその歌手活動されてたっていうのを聞いて、はい、だってなんかね、音楽の世界ってすごいいろんな方がいらっしゃる世界じゃないですか。いや、世界でね、うん、生きてこられたのかしらってもね、ちょっと心配に、ね、なってしまうぐらいに、物腰が柔らかい。そうですよね。初めて出会った時は、その歌手だとか話全くしてなかったですよね。全くね、伺って。普通の仕事のお話だけで。そうです。仕事をご一緒させていただいてたって。そこからまさかこうやってね、スタジオにお迎えしてゲストとパーソナリティとしてお目にかかるとは。不思議なご縁ですね。本当に不思議ですね。で、今日ね、たくさんメッセージも来てますよ。はい、ラジオネームがね、ちょっとこれは何て読むのかな、函館出身関東在住ですっていう方なんですけれども、はいはい、しんさんの久々の FM イルカ出演嬉しい限りです、楽しみってね、うんうん、イルカの YouTube 配信もチャンネル登録しましたって、ありがとうございますなんか便乗したみたいでありがとうございます。で、東京から吉江さんですかね、はい、函館は冷たい雨ですねって、しんさんのご出演楽しみにしてますっていう風にね、いただきました。スタジオ内の映像見られるので楽しみ、しんさんリラックスして楽しんでくださいねって函館大好きなしんさん、これからもよろしくお願いします、ありがとうございますっていただきました。はい、高橋舞子さんです。しんさんラジオ番組出演おめでとうございます。しんさんの歌声毎日飽きることなく聞いていられます、これからもずっと応援してます、頑張ってくださいっていただきました。はい、でラジオネームまっちゃんはね、もう毎日のように、ま、番組にメッセージ送ってくださるんですけれども、はい、しんさんとゆかりさんのご対面の生配信、くれぐれもよろしくお願いします。よろしくお願いします。なんかよろしくされました。もちろんですとも。うんうん、はい、そして東京みやこさんからも、ゆかりさんのお招きでしんさんがをね、画面で見ることができて嬉しい一日になりそうです。はい、ビシビシ質問投げかけてねっていうふうにいただきました。ありがとうございます。あと、しょうさんですけれども、うんうん、パソコンの前に貼り付いてますって、しんさんご出演おめでとうございますっていう風にね、いただいております。いや、こんな風にたくさんね、しんさんがYouTube でご案内くださったんですけれども、はい、こうやって今日ね、楽しみにしてくださる方たくさんいらっしゃって嬉しいですね。いや、嬉しいですよね、本当に、ね、皆さん優しいから、本当、いや、それはね、絶対しんさんが優しいから、その人柄が優しい皆さんをこう磁石のように引きつけてるんじゃないかなっていうふうに私は思いますよ。じゃあちょっとね、また曲何かおかけしようかなと思いますけれども、はい、何来ますかね。そう、どうしましょうね。ちょっと
意外なやつで西城秀樹さんの歌とかで、うん、あいいですね、ブルースカイブルーという曲を持ってきたんですけど、じゃあちょっと実は秀樹さんも歌っちゃいますということで、はい、じゃあこれも曲紹介お願いします。はい、ではシンが歌いましたカバー曲です、西城秀樹さんの歌ブルースカイブルー。今日は演歌男子の新さんをお迎えしていますと、もう何度も言ってしまいますけれども、ちょっとね、また演歌っていうのとは、感じの違う西城秀樹さんのブルースカイブルーを聞きいただいてますが、ありがとうございます。あら、雰囲気が違って、何でしょう、うん、歌声だけこうやって聞いてると、新さん歌ってる姿があまり想像できない、この曲。ああ、結構言われるかもしれない。見た目と声が違うっていうの、うんうん、この曲にね、関してはそうですよね。はい、かもしれないですね。もしかしたら、はい、そしてねメッセージ実はこんなのもいただいてまして、はい、ベビーピンクのすずらんさんというリスナーさんなんですが、はい、しんさんは橋里雄介さんの歌をカバーしていると YouTube で拝見しております、うん、で橋里さんが尾崎豊さんの I Love You をカバーしているのがすごくいいので、はいはい、しんさんにもぴったりなんじゃないかなと思ってましたよっていう風にねいただいてるんですが、はいはい、さっき尾崎豊さんお好きとおっしゃってましたよね。そうです、僕好きですね、うん、また橋里雄介さんが、はい、いいんですよ、またすごいお上手、なんか伝わる歌歌われるので、いや本当ですね、多分叶わないから僕はやめとこうかなと。本当ですかでも歌はね、歌う方それぞれのカラーがね、まあ、そうですね、確かにカバーってそうありますよね、人それぞれの感覚が違うから、はい、ね、今の、ね、チャンネルは演歌歌謡曲チャンネルということで展開してますけれども、はい、こういうちょっと J-POP みたいな曲とかを今後歌っていこうかなみたいな、こうなんか構想みたいなの終わりですか。いやどうでしょうね、あんまり僕その J-POP は上手くないので、あんまりどうかなと思うけど一応チャンネル的には演歌歌謡曲チャンネルという名前にしているので、うん、はい、一応このメインのチャンネルの方では演歌と歌謡曲に絞っていこうかなと思うんですけど、はい、もう一個チャンネルがあって、はい、真のいろいろ部屋というチャンネル、うん、そちらの方はまあいろいろ自由にしてるので、はい、まあ、そこでちょっとやってもいいかなと思うんですけど、いいのあれば考えときます。そうですね、はい、で皆さんぜひ真さんにやってほしいことがある方はね、それが実現するかしないかはちょっと分かりませんけれども、はい、お声をね寄せていただけるそうです、ね、いいな、新たなまたね、そうですよね、一面をどんどんいろんな一面をこう見ることできるかもしれません、はい、確かに。いろいろ部屋の方では結構なんか美味しいもの食べたりとか、はい、いろんなこう景色楽しんだりとか、はいはい、そういう動画も上げてらっしゃいますよね。そうなんです、もう函館が大好きなので、うん、函館市内いろいろ動いたりとかするときにカメラ持って行ったりすると、はい、皆さんに紹介するとまた喜ばれるんですよね、函館いい街だねとか、はい、やっぱそれ嬉しいですよね。そうですね、はい、いろんなこと、まあ、その旅とかも含めて、はい、いろんなのをちょっとやってますけれども、はい、いや住んでる街いい街ねって言われるねってね、本当に嬉しいことですよね。そうなんですよ。でもほら北島三郎記念館のご縁があったとはいえ、はい、函館は特にそのいらした時ってお知り合いがいるとか、うん、北海道住んだことがあるっていう場所じゃなかったじゃないですか。そうなんです。最初に来る時にこう不安だったりとか、来てみてこうなんか思ってたのとギャップがあったりなんていうことはありませんでしたか。そうです、どうでしょうね、その歌手辞めて函館に来たので、うん、はい、もうここで頑張るしかないみたいな、うん、のがあったので、まあ、もう精一杯一生懸命っていう感じはあったんですけど、はい、だけれどもやっぱりその誰も知り合いいなかったのが、まあ、不安ではあったんだけれども、はい、その従業員の方々もすごく歓迎してくれたし、うんうん、はい、特にですね、何でしょうね、その僕のお母さんぐらいの世代の方々が本当に可愛がってくださって、いろんなものをくださるんですよじゃがいもだとかね、玉ねぎだとか、うん、じゃがいもは特に買ったことないですね、一回も。それぐらいたくさんいただいて、いやもう頑張んなさいよって言って、うん、大変だろうけどって言って、うん、でまたうちの、まあ、お嫁ちゃんって、まあ、うちの妻のことをお嫁ちゃんって呼んでるんですけど、はいはい、二人で来て、二人きりなんですよね、うん、だからそれを見てて不憫に思う方もいらっしゃって頑張ってよって言って、だからその優しさに触れているうちに、なんかこう函館のなんかこう土地感の優しさっていうか、はい、いい意味でおせっかいっていう方々が結構いらっしゃってそうなんですか、いい街だなと本当に思いました、ね、
いやもう本当にもう我が子のようにというかね、うん、頑張ってねって、なんか函館のお母さんいっぱいいるんじゃないかなって函館のお母さん、そうそうそう、そうなんですね、思いますね。いやでも本当にそうやってね、はい、皆さんに愛されて、またこうやってね歌う活動を始められて、それが多くの皆さんに支持され、それが函館からね、はい、もう全国に広がっていって、で新さんがもう全国の新さんのファンの皆さんに函館のこう魅力をね伝えてくれてるのが嬉しいなっていうふうに思います。いや今日いろいろ曲をお持ちいただいてお話も楽しいんですけど、私ちょっとやっぱりさっきお名前出てた秋元純子さん聞きたいなと思うんですけれども、はい、かけていいですか？あ、ぜひお願いします。じゃあ新さん曲紹介してください。わかりました。この曲も100万回再生超えております。秋元純子さんの歌、僕がカバーしました、愛のままで、聞いてください。いやちょっとこれ聞きたいなと思って秋元純子さんの愛のままで聞いていただいたんですが、ありがとうございます。新さんが歌ってらっしゃるたくさんのカバーの中でももう上位人気にって言ってもいいくらいかもしれないですね。そうですね、たくさんの方に聞いていただいてますね。いや分かるな、惹かれるのがっていうふうに思います。で実は新さんのご出演ご案内してから、はい、イルカのリスナーの方もたくさんメッセージを寄せくださってる中で、はい、いやこれまであんまり演歌って実は聞いたことなかったんだけれども、新さんの歌がね入ってくる、スーッと入ってくるっていう方が多くって、なんだろうその魅力ってってね、嬉しいな思いながら、ね、はい、ご紹介させていただいてました、はい、で今日はカバーの曲もねいろいろお聴きいただいてまして、はい、でもちろん皆さん YouTube のチャンネルでもお楽しみだと思うんですが、うんうん、イルカの放送で新さん のカバーの曲ってリクエストしたらかけてもらえるんですかっていうのもいただいてたので、はいはいはい、ちょっと今後新さんとね、こういう曲リクエスト来ましたよってかけてもいいですかみたいなこうやり取りをしながらご希望に沿う形にっていうふうに、うんうん、そうですよね、皆さん喜んでもらえるならぜひ、ね、はい、お願いしたいなと思います。おかけしたいと思います、はい、もう何せすごい曲いっぱいありますのでもうその都度ということでね対応させていただければなっていうふうに思ってます。はい、で新さん最近でも、うん、ちょっとイベントステージで登場されてっていうこともありましたけれども、はいはい、どうですか今コロナ禍なのでここ最近は難しいかもしれませんが結構あちこちお声掛けあってステージの機会なんかも終わりでしたよね。そうですね、以前はコロナ前はちょくちょくあったんですけど、うん、やっぱコロナになってからパタッとなくなってしまって、はい、つい先日久しぶりのねまた舞台、はい、またその前も札幌もあったりしたんですけれども、はい、まあ、パラパラとっていう感じですね、はいはい、で例えばラジオ聴きの皆さんの中でコロナが落ち着いたら、うん、実はこういうイベントをやりたいと思ってるんだ、そこに新さん来て歌ってくれないかななんていう方がいらっしゃるかもしれないんですけれども、はい、そういう、こうお声掛けって、なんかご相談に乗っていただくことできますか？もちろんです、はい、ぜひ、はい、それは嬉しいよね、やっぱり人前で歌えるってのは本当に本当ですね。機会がありましたらよろしくお願いします、うん、ぜひ何かね、はい、そういう、こう、ご要望がありましたら、新、うん、さんの YouTube チャンネル以外にいろいろこう SNS なんかの展開もありますので、はい、そうですね、皆さんチェックしていただいてコンタクト取っていただければというふうに思います。お願いします。で先ほど一番初めにご紹介しましたラジオネームウミガメの母ちゃんからのこう疑問で、はい、オリジナル曲があるっていうね、はいはい、ところが出てきましたけれども、うん、オリジナル曲こそ FM イルカ2月に応援ソングとしてかけさせていただいた函館物語ということになります、うん、そうですね、これはどういう経緯でこう誕生した楽曲かぜひご紹介ください。はい、これがですねこの YouTube の、はい、チャンネル登録者数が5万人を突破した時に、はい、じゃあ記念に何かを作ってみたいね、やってみたいねってことから始まったんですけど、うん、はい、函館で人気のあるふるさとになりたいという暁めぐみさんの歌があるんですけど、うん、はい、その曲を作られた浅野ゆうき先生と冬見千尋先生と、はいはい、暁さんを通じて知り合いになりまして、そうだったんですか。ご相談したら作ってあげるよという話になって、で3曲か4曲かできて、はい、その中から1曲これに決めましたってことで、でその詩の内容はその冬見先生が書いてくださったんですけど、はい、僕と、まあ、妻が函館に来て、うん、いろいろ挫折を味わいながら函館にやってきたけれども、はい、そのあったかい気持ちに触れたっていうような物語を僕が話したら、はい、じゃあそれを歌詞にしましょうよって話になって、自分の物語を、函館物語だけど、はい、真の物語っていう感じで
作ってくれたのがきっかけでしたね。そう、私も函館物語ってご紹介しながら、あれ、はい、これ新さんの物語だなって思っていた一曲でしたが、まさにということになりますし、はい、そうですね、そう、函館でね、とっても人気の暁さんのふるさとになりたいと作家陣一緒だと思ってたら、そういうご縁があってできた曲だったんですね。この曲できたのは暁さんのおかげでもある、うん、やだ、そうですか、はい、そこでも人と人とのつながりっていうのがね、そうなんですよね、出てきました、はい、でその函館物語についても、あのベビーピンクのすずらんさんが、まあ、函館のテーマソングにぴったりって、歌詞もメロディーも新さんの歌もねバッチリですって、この曲を聴くとなぜか胸がキューンとジーンとなります。あ、嬉しいな、ね、ミュージックビデオもすごくいいですっていただきました。あ、手作りなんですよ。そうなんですね、自分でカメラ持って回ったりとか、はい、妻が撮ってくれたりしながら、ねはい、もう本当にね、もう二人三脚というか、ね、そんな感じで歩んでいらっしゃるお二人です、はい、ぜひねミュージックビデオの方も皆さんチェックしていただければと思いますし、私が言うことではありませんが、 YouTube の方をねご覧いただいて、たくさんチャンネル登録が増えるとまた生配信がありますね。そうですね、はい、一応目標が10万人を目指したいなと思ってるんですけど、何年かかるかわからないけれども、まあ、地道にこれからも好きな歌を歌いながら頑張っていきたいなと思います、はいはい、10万人に達したらどうしましょうね。何かしましょうか、記念に、どう、あ、何か考えてないですけど、10万人になったらなんかオリジナル曲を作ったりね、できたらいいですね。本当ですね、はい、そしてもうねその頃には状況落ち着いて、ドーンと皆さんにね生の歌届けられる機会あると嬉しいですね、はい、いいですね。じゃそれをイルカで中継してもらって、やだやりたい、私もそれまで、いや、そう遠くないな、あ、いや、いいんですか、私で、そう遠くない未来だと思いますので、広がりますね、いろいろと。じゃあちょっと私も、ちょっと声を整えてみたいと思います。いや、もう本当にね、はい、残念ながらお時間がそろそろということになりますが、ぜひ、新さん、今後の抱負等ありましたら、ぜひお話しください。そうですね、まあ、なんでしょう、自分の、まあ、できる範囲というか、はい、一歩ずつ自分の、距離感というか、そういった形で今日の YouTube の投稿続けてまいりますので、はい、自分の歩幅でね、はい、頑張っていきたいと思いますので、ぜひこれからも函館をね、函館在住で函館から発信してるってことをアピールしながら、うん、はい、たくさんの方に歌を聴いていただけるようにこれからも頑張ってまいりますと、よろしくお願いします。はい、はい、もう私もすごくね、もう本当に多くのファンの皆さんいらっしゃるので、まだまだ及びませんけれども、応援させていただきたいなっていうふうに思います。もう今日はね、念願かなって演歌男子の新さんをスタジオにお迎えして、ヒトネットワークのコーナーをお届けしてまいりましたが、もうあの曲かけてって皆さん思ってらっしゃると思いますので、はい、最後函館物語をかけて、新さんとは残念ですがお別れとさせていただきたいと思いますので、それでは新さん、最後に曲の紹介をお願いいたします。はい、大好きな函館を物語として歌わせていただきました。僕のオリジナル聴いてください。函館物語。最後うまく喋れたここから曲フルコーラスをかけさせていただいて、はい、今日の話を届けていただきます。今日どうもありがとうございました。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 これでリュウセットって昔のカッコさくなんだ。あ、本当ですか、いいんですか、お預かりしてて。わかりました、お預かりさせていただきますね。本当に皆さん演奏されて、あまりの演奏中はリクエストされるので、私が勝手に作ってきたので。これでいいですか、多分ね、この辺りリクエスト来るんじゃないかなと思うので、他の曲のリクエストが来たら、その都度これで来ましたよということで、ご紹介させていただきます。こちらこそありがとうございます。やっと、ありがとうございます。この街で